さあ今度は肩甲骨を寄せます、ね、で肩甲骨の寄せる動きは、うん、後ろに目を持っておきたいんだけど、キュッ、これだよね。で分かりやすいのはきっと小さな前なれになるので、肘90度、まずこの腕が胴体と同じ、これは何も起きてない状態ですよね。でもこれをじゃあ肘を後ろに引いて、今そうするとね、肩甲骨はちょっと飛び、あのボコってした感じなの、飛び出した感じ。じゃあその飛び出した肩甲骨を背中に寄せていきましょう。要は肘同士をキューって寄せる感じだよね。で鎖骨も下がってるし、もっと言うと鎖骨も今斜めにいったのね、腕と一緒。これがまあ綺麗な姿勢の条件だよね。なかなかこれできないけど、そう、一回緩めましょう。ちなみに手で床を押す動作、もう骨盤を後ろに倒してちょっと重いものを押す動作は肘伸ばしちゃいましょうね。肩甲骨が外に開くっていう感覚はありますかね。ね、さあ、じゃあ小さな前習いで、少し肘後ろ、飛び出た肩甲骨を背骨にお互い寄せていきましょう。鎖骨も引いて、肩、耳のスペースが空くのを感じて、はい、じゃあこれを床でやってみますよ。これちょっと、ね、混乱するかもしれない、あのできてもできなくてもいいので、今の背中を作れるといいですね。膝が痛い方、ブランケットを引きましょうね。さあ今度は体重を乗せてちょっと肩甲骨を動かす練習していきたいね。さあ肩の下に手首を置いて、指は大きく開きます。でちょっと広めがよくて、あのね、指を大きく開いたらば、小指の先がマットの端っこに触れるか触れないかぐらい、ということは結構広めですよね。そう、そして指は爪白く、肘と肩、あとね、ごめん、肘と手首はちょっと緩めにしていきます。肘突っ張らないでいきたいのね。だから肘がグニャーンってならないように、ちょっと外に曲げるぐらいの気持ち、それぐらいですね。押す時もその肘の緩みはちょっと意識を持っといてください。じゃあまずは今の小さな前習いをしたいの。さあまずね、肩を足方向に下げて脇締める動きだね。そしたらばちょっとお尻突き上げつつの、さあ背中、その肘を肩甲骨を背骨に引きつける動き、合ってますよ、それでいいですね。さあなんて言うんだろうね、ちょっと反り腰に近い形になるの、うん、ギュッ寄せてくださいね、いいですよ。じゃあ今度は思いっきり指で床を押しながら、肩甲骨先の丸い状態、要は丸い肩甲骨を上に上に引き上げてください。ちょっとここは大げさにして、肩甲骨を一番高く、いいですね。さあ、そしてお尻は逆に一番低くしましょう。うん、肘が柔らかい方はちょっと肘を外に緩めてください。ちょっとね、少し緩めて、指としながらここを高くしましょう。そう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 。いいです。肩甲骨を開く。うん、そしたらばもう一回戻っていきますよ。肩甲骨寄せてみましょう。ちょっとお尻を上げた方がやりやすいかもしれない。少しグーンって寄せると背中の真ん中がね、なんて言うんだろう、溝状態になる感じ。そう、穴が開く感じなんだよね。さあもう一回いきましょう。指で押してちょっと肘が突っ張りすぎないようにしながら、肩甲骨を高く、頭は下げていく。もっともっと。そうです。もう一回しましょう。いいです。そしたらば、このまま四つん這い、ちょっとバランスをとっていきますよ。少しこのバランスはね、難しいよね。じゃあ、手で床をつかみます。というかね、指開くのが大事。指爪白くで、足の甲を寝かせましょうか。まずは、右の足が少し上がります。膝曲げるね。かかと、お尻。で、これも最初から言っとくんだけど、この後、右手が離れると。いつもの王道は左なんだけどね。で、右手が難しくて何回かチャレンジして難しかったら左手で掴んでくださいね。さあ、じゃあこの後右手が離れるってことは左に体重が傾くんだけど、外に逃げやすいの。なので左の親指と人差し指の方に体重を乗せる感じです。左の肘ちょっと緩めときましょうね。さあ、少しバランスを取りながら片手片足で、右手が右足を掴めるかな、掴めたら後ろに足蹴ってください。その輪っか
後ろに大きくした方がバランス取れるのいいです。何回かチャレンジして、あ、でも大丈夫そうだね。じゃあ支えてる左の肘はちょっと外に曲げてみましょうか。素晴らしいです。それ肩周り鍛えてるのね。で、右の胸はしっかり開いてる状態。呼吸素晴らしいです。そう、じゃあ手と足を下ろしましょう。すごいバランスとってもいいですね。うまく取れてます。できるだけね、左の手のいない分意識したいんだよね。要は真ん中に体重を集めた方がいいね。足踏みしめる。足の甲もちゃんとバランスを取りながら左足を上げていって、かかとをお尻に近づけて、さあ右の肘ちょっと緩めながら親指と人差し指に意識集中。左の手で外足の甲を掴む。ここがちょっと一番難しいね。手が足の甲を探し当てたら、あとは後ろに引けばちょっと優しくなります。そう、後ろに逃がすの、いいね。右の肘ちょっと緩めましょうか。いいね、そこです。そう、肘をあんまりこうバイアスにしないでね、肩周りで支えたいですよね。ナイスキープ。そう、呼吸、うん、何回かやって、ちょっと難しかったら反対の右手で掴んでいただいて、そうです、ゆっくり入れちゃおう。そしたら手をついてください。今日はご覧になっていただきありがとうございます。ノアチャンネルの登録ぜひよろしくお願いします。